およそ500メートル先、左方向です。左方向です。およそ600メートル先、目的地は左側です。ないよね。右はマンションですね。なくなった。道になるんだね。トンネルができるみたこんな上がってきた。これが宮崎駿が怒りそうな景色です。右か左か。左は何やら不穏な感じですね。僕は左を行ってしまいます。ここが頂上のようです。誰も乗ってない観覧車が回り続けています。下り坂は気持ちいいです。
危ない。ここはきっと夜景が綺麗だと思います。ここから下まで長い下り坂です。来た道に戻りました。